12月ぐらいになっても全くやりたいこと見つからなくて、嘘つけないから第一志望じゃないですっていうふうに言ってお祈りされることもあって、最終的に内定3社からいただいて、やりたいことないのになんでその3社に受かってんのっていうと、こんにちは、ダイアリーメンバーの高橋です。今日はバラマツさんに就活体験記を聞いていきたいと思います。そう言ったら前者に落とされる気がするんですけど。なるほど、言いましょう。はい、第一志望がないです。どこに行きたいのか自分でわからないっていうのがないんです。じゃあまず就活の全体のスケジュールを教えてもらっていいですか。去年の2020年の7月ぐらいから私は始めて、だいたい10月になる前ぐらい、3ヶ月ぐらいはサマーインターンのエントリーと実際に参加。おお、実際どれぐらい応募してどれぐらい参加したんですか。トータル60ぐらい。60ぐらいエントリーして、どれぐらい行ったんですか。マンデーも含めて30以上は行きました。でもこの時はやりたいことが何かわからないから、とりあえず闇雲に申し込んだっていう感じですか。結構正しいかなと思って、就活始めますっていう時に、全く行きたい企業がなかったんですよ、1個も。なるほど。そう、全部の業界見て何社も申し込んだらスケジュールやばいことになると思うんですけど、どういう風に動いたんですか。めっちゃ大変でした。本選考のスケジュールも1ヶ月30日全部入れて、全部24時間入れてる感じですか。確かに1日に2個面接があって、それが毎日みたいな感じだったので、受けた後の振り返りとかしないままに次の選考の準備しなきゃいけないみたいな、本末転倒だったと思うから、しくじったね。しくじる先生ですね。選考始まると結構面談とかも数も増えてくるから、ある程度絞った方がいいなって思いました。なるほど。やりたいことないからとりあえずいろんな業界応募してっていう人が多いと思うんですけど、それやったらやりたいことって見つかりましたか。それがですね、12月ぐらいになっても全くやりたいこと見つからなくて。じゃあそのまま本選考にいるんだったんですか。そうですね、だからサマーインターンに参加して結構面白いなって思ったところが本選考に進むっていうのが一つ。あとは基本的にはだからオファーもらったところばっかり見てたんですよ。やりたいことが見つからないまま本選考に進んだっていうのがあるんですけど、就活生の意見からすると、御社に行きたいですって熱意を伝えなきゃ受からないから、やりたいことを見つけなきゃいけないって思ってるんですよ、私も。熱意伝えられないから、落ちちゃうから、でもその熱意を伝えないまま本選考に挑んだのか、それとも何かを用意して挑んだのか、それはまずどっちですか。嘘つけないから、正直第一志望じゃないですっていうふうに言ってお祈りされることもある。じゃあ何社受けて何社中そんな感じだったんですか。本選考はトータル30社くらい受けて、その中に絶対ここに行きたいのもなかったんですか。1個もなかった。そんなこと言ったらもう失礼の極みだけどでもこれが正直なところだからしょうがないと思うんですよ、自分の感覚としてここだっていうのがなかった、多分そういう人もいっぱいいると思います。まあ、やっぱりサマーで見つからなくて本選考もやみくもに応募しちゃうって人多いと思うんですけど、そういう人たちは作れるなら作った方がいいと思うんですけど、理由を、作れなかったら作れないなりの戦い方とかありますか。最終的に一つの企業に絞れそうな軸は見つからなかったんですよね。例えばこの事業をやっていて、3年以内に海外に行って年収がいくらいくらでとか言ったらだいぶ絞れるじゃないですか。そういうのはあんまりなかったんですよ。ざっくり内定をいただいた3社さんは自動車系の会社と、IT の会社と、デジタルマーケティングっていう、全然違う。違いますね。そう、やってることも正直どれでもよかったから、何で決めようってなった時に人、会社の人々と何人かお話しした時に一番この人たちと働くのがワクワクするなと思って決めてた。お世話になってた就活のアドバイスをくれる先輩が100点の結果を出そうとする、一番いい会社を選ぼうとしたら一生見つからないから、8割ぐらいいいなって思ったらもうそれは5だよっていうふうに言われて、じゃあなんとなく大体良さそうだし、あとはもう入ってからどれだけ頑張るかどうか次第だと思うから、一旦ここで決めて走り出そうみたいな感じで決めたと思います。なるほど。
結論、うん、私は就活終わるまで、うん、最終的にやっぱこれだっていうこの会社にしか当てはまらないみたいな軸は見つからなかったんですよ、うん、はい、でも見つけなければいけないって最初思ってたのがめちゃめちゃ苦しかったので、うん、そんなパーフェクトな会社なんて見つかるわけないし、うん、ベストなやりたいことがその就活の短い期間で決まることもないっていうふうに一回思うっていうのが大事かなと思います。ってことは一個とりあえずパンと決めて、うん、そこで頑張る方が自分に合うのかなと思って、うん、途中からその大企業をカチッと見つけるっていうことはもう心底しなくなって、うん、でも決めなきゃいけないじゃないですか、うん、就活って、うん、行きたいとこ決めて第一志望ですって言わなきゃ内定取れないし、うん、内定取れないことがみんな一番恐怖だと思うんですよ。確かにその恐怖をなくすために行きたいところを必死で見つけると思うんですけど、うん、最終的に私が内定3社からいただいて、うん、やりたいことないのになんでその3社に向かってんだっていうと、うん、正直に伝えたんですよ、うん、自分は本当にやりたいことがなくて、うん、ここでなければいけない理由とかも本当は正直に言うとないですっていうのを伝えて、うん、でもないですっていうだけじゃなくてないなりになんでそういう考えになってっていうところはちゃんと理由として伝えて、うん、それを受け止めてくれる会社さんからはないと言ってたんです。なるほどなるほど。だから本当にやりたいことが明確にあって、うん、それと会社がやる方向と合ってるから、うん、取るっていうスタイルの採用もあると思うんですけど、うん、私がそれだと受からないというかうまく言えないと思ったから、うん、今の自分の状態をありのまま伝えて、それでも例えば松原さんのこういうところがいい、うん、こういうところに期待してくれるみたいな、うん、っていうのを言ってくれるところにはちゃんとないと言ってたっていう感じ。第一志望じゃないですっていうのを伝えてたと思うんですけど、第一志望じゃないですだけ言うと絶対落とされるじゃないですか、うん、それプラスアルファで何か言ってましたよね、うん、とにかくもう一回自己分析をして、うん、それこそ過去自分が今なんで決断できてないのか、うん、そのなんで行きたい企業がこんなに見つからないのかみたいなところを振り返ってみて、うん、その時に自分の今までの行動を選択するタイミングって、うんうん、特に理由根拠を挙げて選択してたっていうのも結構自分の感覚で選んできてるところがあったから、うん、今就活って初めて一個に決めましょうみたいな、うん、そういうなんかルールのもとに自分がいるっていうのが今までの選択の仕方と全然違う、うん、決めなきゃいけない前提で決めてきたことってそんなになかったから、だからまず見つかりにくい、その背景はちゃんと理解して伝える。弊社第一志望ですかっていうふうに聞かれた時には正直に違いますって答えたんですか。もうどんなに面接官が超怖そうで、うん、第一希望って言ってねみたいな顔してたとしても、うん、正直に伝えます。その伝え方をしてどれぐらい受かってどれぐらい落ちたのかって。確かに。でも明確に落ちた時にそれが理由かは分かんないんですよ。まあ確かに分かんないけど、うん、何社かは落ちましたというか、うん、それ言った瞬間にみたいな感じでなる人もいれば、うん、なんでそうなのか、どこが今明確になってないかっていうところをちゃんと向き合ってくださる会社とかがあって、うん、こういう会社さんは最終的にすごい理解してくださる、うん、なんでこういう状況なのか、うん、決して逃げてるとか考えてないんじゃなくて、うん、いろいろ考えた上でまだ決められないっていうことに対してもらえたかなっていう、うん、もう一回内定につながることを言うと、行きたいとこの人は環境人で少し絞っていって第一志望が絞れない理由も話して、うん、でそこで受け入れてくれるところを探して何個も何個も探していったら内定につながるよ、うん、ってことですか。うん、じゃあそういうふうに就活を進めていって、第一志望ですかって言われてそこで正直に違いますっていうふうに答えた就活のスタイルは、うん、今振り返ってみて正解でしたか、それともちゃんと見つければよかったなって思いますか。あー、正解だったと思う。就活って答えないし、うん、何々しなければいけないみたいなイメージもあるけど、うん、結局自分の人生を楽しむためのものでしかないから、一番自分に嘘をついちゃいけない。ちいこと言ってるかもしれない。急にここで嘘ついて第一希望ですとか行きたい企業はあなただけなんですって、本当にその企業に行きたいなら多少持ってても言うべきかもしれないけど、うん、そうでもないのに嘘をついてまでその内定をもらって私は本当に幸せなのかって思った時に、いやー何が正解か分かんないけど自分の気持ちにはずっとちゃんと正直だよっていうふうに思ってました。
素直ですね。私だったら内定が欲しいんで、うん、それ怖くて言えないです。うーん、第一志望じゃないって。そうだよね、面談とか繰り返していくうちに、うん、そういう風な伝え方でも、うん、割と人事さんが受け入れてくれてるっていうのが分かってたから、うん、そう言えたっていうのが、最終的にそういう風に伝えたとしても、うん、受け入れてもらえるかもしれないって思ってたっていう自信があったのかもしれない、でも、言いたいことが分かんない中でもこれだけはやってた、みたいなことってありますか？一番やってよかったなと思ったのは、うん、いろんな人から話を聞くと、いろんな人に話を聞いてもらうことはすごい良かったなと思います。やりたいこと分からなくても、OB、OG 本はする、気になる企業の OB、OG とかじゃなくてもいいから、例えば大学の先輩とか、それこそ、私の場合は旬ダイアリーで、初めて自分の思いをこうさらけ出していて、コメント欄も含めていろんな意見もらったんですけど、だから自己分析全然足りてないよ、自分のことより分かってないから一人企業見つからないじゃんとか意見もらえたりとか、あと南さんには聞きたいことがないんだったら自分が尊敬する人の興味のあることを探してやってみようとか、その人が所属してる企業を見てみよう、いろんなアドバイスをもらえたので、分からないながらも走る道を選択できたのは、やっぱり自分一人で考えるんじゃなくていろんな人に話を聞いたからだなって思うんですよね。行きたいことない、やりたいことない、分からない分からないって家でじーっとしてるんじゃなくて、行きたいことないですってどん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 言葉にしていくことが大切ですね、だと思います。その3社さっき内定したって話だったんですけど、特に誰より入ってないじゃないですか。入ってない。何があったんですか？何があったかと言いますと、3月ぐらいに内定決めたんですよね、この会社で頑張ろうって、それはその3社の中での1つ、決めたんですよ、決めたのが3月で、就活生だった時に、旬ダイアリーの動画に、行きたい企業ありません、就活の次回の動画に出させてもらったんですよ、これ周りの友達とかだったら、私はここが第一志望ですとか言ってるよさ。結構その第一志望群っていう会社はもう何社か決めてるっていう子が多いので、第一志望群的なものもないんだ今のところ。正直ないんですか？とんでもないことだったんですけどすごいですよね、そのギリギリにそれを堂々と言って動画に出しちゃうってすごいですよね。本選考中の人事さんに何回か言われたんですよ、あれ松村さんこの前なんか動画で行きたい企業ありませんとか言ってましたよね、言われてもさ私終わったって思ったんですけど大丈夫なんですけど、その動画出演をきっかけに、インターンを無理やり始めたんです。無理やりで、そう、はいはい、3ヶ月ぐらいやってきて、気づいたのが、めちゃくちゃ面白いなと思って、ここで働くのすごい楽しいなって思ったんです。それ3月ですか？大体3月ぐらいから、3ヶ月ぐらい経って思い始めて、自分がうっすら感じてた就活の軸に結構あってたんですよね、人とか、違和感あった時に発言して実行できるとか、あと直感的に自分が楽しいとか、あれここじゃないみたいな感じで思って、内定承諾してたのに、そのギリギリの時に新しくやりたいことが見つかっちゃった、そう。おお。明日もし自分が死んだ時に後悔しない選択をしたいって思ってて、それと同じ感じで今日が一番楽しい日になるようにっていうのが自分の人生で一番大事にしてることで、だったら未来のことを考えて就活軸を決めて逆算してこうするべきだと決めるよりも、今の自分が一番納得できる選択をしたいと思った時に、こんなに今旬ダイアリーで楽しんで目標を持って取り組んでるのに辞めてしまっていいのか、それは辞めてしまって違うとこに行って明日もし死んでしまったら絶対後悔するなって思って、今日の自分が一番楽しいと思える選択をしたいです。じゃあ2社で終わった時に、明日もし自分が死ぬとしたら大学で働きたいって思って大学に入社を決めたと。そうですね。おー、なかなかない就活体験談ですね。確かに、これ3月なのかな、これ3月って言うと、みんな大体もう行きたいとこ決まって、そこに向かって頑張って5月6月に泣いてっていう感じなのに、3月に新しい選択肢に出会って、そっちに進む決断をするって、なかなかないですよね。もう
確かに就活ってここまでにゴールで決めなさいとか、なんか就活で決めたからもう絶対そこで一生働かなきゃいけないかというと全然違うし、多分毎日人の価値観とかいいなと思うこともちょっとずつ変わっていくと思うから、そんなにこの時期までに決めなきゃとか、決めたことを全うしなきゃとかあんまり思いつけなくていいのかなと思う。やっぱ世の中的にめっちゃ言うのはおかしいみたいな流れじゃん。そうですね、多分冷静に見たらそっちの方が正しいと思うんだけど、ただ、まあ、答え合わせはね、結果で示すしかないなっていうことですよね。確かに。だって新卒はベンチャー行くべきっていう動画あったじゃないですか、あれでツイッターで投稿したんですよ、その動画、でそしたら結構引用リツイートしてもらったんです、全部新卒は大手って書いてあります。いやいや、そうですよ。私もだって今ベンチャーに働いてるじゃないですか、バラマスさんを見てはいるんですけど、やっぱり大衆の意見ってもう強くて、強い固定概念っていうのが強い、だからもう自分もそこで押されちゃってます。びっくりしたよ。私も引用リツイートが大手に行った方がいい、絶対大手みたいに言われた時に、自分の選択がその社会に出たことないから正解なんてわからない。わからないですよね。そうなんですよね。経験してる人たちみんな大手に言ってるの、うっそーってなるよ。なったけど、でもじゃあこの人たちが言ってるから大手にするって言ったらもう自分の人生じゃないと思うんですよ。自分が今ベンチャーで頑張るって決めてるのに、その意見に沿って自分の人生を決めちゃうのは絶対嫌だから、なんとしてでも自分がいいと思ってここに行く、それを絶対正解にする。以上。難しいですね。でも自分の人生をさ、そんなに深く考えること私なかったから、就活を通して悩んだり落ち込んだりしたけど、あれだけ自分の人生を向き合った経験は良かったなって思う。いやでも多分就活そんな自分の人生と向き合ってる少数だと思うな。確かに。みんな、まあ、とりあえず大手行けばいいかって就職して、まあ働いていくみたいな感じじゃないですか。なんかこんなに真剣に考えてる人が間近にいるのはいいですね。私的にも真剣に考えなかったら就活って簡単なんですよ。How to 見てそこに合わせて大企業に行って働くとか、すごい戦略とかもあるじゃないですか、だから簡単なんですけど、考えれば考えるほど難しくなっていきますね。シンがよく言ってるけど、もう自分が結局どうしたいからですよね。それでも大手に行くっていうのをゴールにするんだったら、ちゃんとハウトゥー見て大手に受かるように対策した方がいいと思うし、そこに違和感があるんだったら、ちょっと苦しくても自分に向き合えばいいし、何が目的にするかですよね、多分。そうですね、今の話めっちゃ良かったですね。ありがとうございます。カルシちゃんが来年どうなるかめっちゃ楽しいじゃん。めっちゃ楽しい。これ記録に残るからね、振り切れませんっていうのが。最後に、原松さんから現役就活生メッセージをお願いします。究極、行きたい企業がないっていう状態でも良かったかなと思います。行きたい企業を見つけなきゃとか、就活の軸がっちり見つけなきゃって思いすぎて苦しむよりも、自分が感覚的に面白そうだなって思った企業を見てみるとか、なんで行きたい企業が見つからないのかっていうのを振り返ってみる時間を取るとか、素直に悩んでることを誰かに相談してみるとか、何かしら曖昧な中でもできることってあると思うので、あんまりくよくよしすぎずに楽しめたらいいかなと思います。ありがとうございました。じゃあこのメッセージが届くといいですね、就活生の人に。届けー。じゃあ今日はここまでにしましょう。はい、はい、じゃあ就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。